どうも、みつみついと申します。今回は以前捕まえた色違いデデネを使っていきたいと思います。非常に可愛いですね。まあ、そんな非常に可愛い色違いデデネに、今回は泥棒という技を採用してみました。泥棒、攻撃しつつ相手の道具を盗む効果がある技なんですが、この技がデデネの特性、頬袋と相性がいいんじゃないかなと思います。戦い方としては、ほっぺスリスリ、甘える、回電波で相手の機能を停止させて、デデネは木の実プラス頬袋で回復、そして持ち物がなくなったところで泥棒で相手の持ち物を盗む。これにより相手を状態異常、能力ダウン、持ち物なしというとんでもない状態にすることができます。というわけで今回はそんな世界の大泥棒デデンネを活躍させていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。はい、マッチングいたしました。夏木さん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、色違いデデンネちゃんね、活躍していただきたいなと思いますけども、このパーティーは初手からでもいいんじゃないかっていう説が僕の中には一応ありまして、初手チョコクイーン、まあ、カイリュウはいるか、サーフ号かね、まあ、カイリュウ、サーフ号、デデンネが今の3強だなんてね言われてるかもしれないんでね。さてさて、ソーブレイズと、ソーブレイズはね、砕ける鎧があるからちょっと嫌なんだよな。ここはどうしましょうかね。甘えるから入っちゃってもいいかね。いや、ほっすりから入ってもいいか。ここはほっすりから入らせていただきまして、これ麻痺ワンチャンあるんでね、麻痺ワンチャンあるんで、ニトロチャージ、あら、そういうことする、なるほどね。砕ける鎧じゃないのなんかおかしいなと思ったら、そういうことでっか。じゃあこっちは甘えるで、まだ上取ってるけど、ニトロチャージ連打されたらこれも上取れなくなりましたからね。シャドウクロー、ここで攻撃入ってきたか。さて、自分よりでかい木の実を食べまして、回復と、はい、しかも頬袋でさらに回復と。しかもこれ木の実を食ったことで、この泥棒でね、物がパチれるようになったんですよ。これがでかい。はい、とっても可愛いこのデデネちゃんと。いけデデネ、盗め、盗んでいけ。何を盗むんだお前は。ソーブレイズから何を、気合の助け、ああ、いらないもの、 いらないものとてもいらないものを盗みました。まあいいや、ここはもう適当に甘えるでぶっとくか。さあ、シャドウクローっていうのが厄介ですね。一応急所に当たりやすい技なんで、この甘えるをね、無にキスことができるというか。はい、この甘えるでとりあえずこれ攻撃が最大まで下げることができましたと。さと、でニトロチャージで素早さがね、これでどんどん上がっちゃうのはね、良くない。良くないけど、どうしようかな。シャドウクローもニトロチャージもね、サーフ号では受けれないし、回流ここもったいないっちゃもったいない。どうしようかな、これ。倒してもらう方が楽まであるんだけど、一応もう一発泥棒で、結構効いたな。痺れて動けない。お、いいぞいいぞ。これ泥棒で勝てるまであるか。デデネで倒しちゃうか、これも。なんかすごい、この不毛な対面を。はい、泥棒で、はい、痺れて動けないまさかのデデネで倒すっていう、当初の想定とは違いますけども、倒しましたデデネで起点作ってどうのこうのって考えてたんですけど、倒しました。マリールリと、マリールリのアクアジェットでこれ倒されちゃうかね。おっと、テラスタル、水テラスタルですかね。まあ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 、テラスタル切らせただけでもと思えば上出来でしょうかね。まあアクアジェットは使うでしょうね。ここは海流、いや海流もね、体力満タンの方が都合がいいんで、まあまあ一匹と相手のテラスタルということで、デデネちゃんの仕事も十分ではないかなと思います。ここは海流で、どうだろう、 こだわってる可能性あるかな。私はチキンなので、ここテラスタル龍馬よ、あ、こだわってるくせ雪の、まあどっちにしろテラスタルはいるでしょうね。で、タスキはやつが持ってたんで、こいつはタスキではないと。いや、だから、そういう意味ではね、タスキ奪ったこともね、情報としてはね、大事なんで、結構デデネはね、この対戦において重要なね、情報というのを盗んでくれた、現代的な泥棒だったというわけですね。情報大事ですからね。はい、龍舞をしていきまして、で、このね、現代のこの雪はですね、このマルチスケールを破壊できないのでね、それは非常にラッキーですよね。ここはアイアンヘッドできます。おいしょっと、あら、硬いね。あ、ゴツメの硬いやつね。オッケーオッケー、ひるんで、ひるんでおります。ありがとうございますと。へい、もう一発アイアンヘッドと。よす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 。オッケーオッケーオッケー。ただ、ゴツメは痛い。
5つ目は痛えけど、まあどうせね、もう次新速打ってまあマリロリに返しでやられちゃうかなっていう、こうやつはねこだわってるっぽいので、はい頑張っていこう。海流気合じゃあ、おー強い、一発耐えれれば海流で3立てではないか。あ、こだわってない別に。あら、そうなんですか。じゃあ次格闘技とか持ってなければ耐えるんじゃないでしょうか。オッケーですと。よしよし、デデネと海流の最強コンボで勝つことが、あらーもうそこは何んだろう、なんだろう、切断しなくてもいいんじゃないの、もう。いやまあまあね、うん、まあ君の好きなようにやるがいいさ。まあとりあえずね、デデネちゃんの活躍が見れたのではないでしょうか。ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。というわけで今回も、チョコクインちゃんからいっちゃって大丈夫かなと思うんですけども、ただそうですね、相手氏のポケモン全体的にパワーが高いんでね、マリルリはいるかね。マリルリ、犬ヌバウ行くか。犬ヌバウ君に決めた。さて頑張っていきましょう。おばちゃん戻ってくれております。羽ばたく神と、羽ばたく神の攻撃をデデネちゃん耐えれるのかどうか私はあんま分かんないんですけど、どうですかね。とりあえずブーストエナジーはかかってないので耐える可能性は十分あると思います。多分助けでしょうね。これはほっぺスリスリで、ムーンフォース頑張れ、ムーンフォースを耐えろ、おーしょしょ、えらい。そしてね、次の世代ではムーンフォースをぜひ覚えてほしいデデネ。よし、回復をいたしまして、この頬袋の回復量はねマジででかいんでね。そしてほっぺスリスリで反撃ね、これでねタスキも切れて素早さも落としてたんでね、ねえ、こっからデデネ無双が始まると。おらー食らえ、これで貴様のね翼をもぐ。これでねこの次のムーンフォースも耐えますよデデネ。はいはい耐えます。そしてどうしようかな、これ泥干しする意味もないですわな、ないからどうしようかな、こうもっぱつ回電波でもいいかな。もう完全にこいつの機能を終わらせる、この戦いを終わらせに来た。あ、置き土産とかするやつ、まあでもデデンネに置き土産もね向こうからしたら想定外だと思うんで、もうどうしようもなく打ったと思うんで、これは結構大金星と言ってもいいんじゃないでしょうか。なぜかというとデデンネは起点にしづらいですからね、もうデデンネ倒すしかないですよ向こうからすると。セグレイブ、これね僕地面テラスタルだと思います。だからこう甘えるいきます、絶対地面テラスタル。もうねデデネ使って長いですから僕も、これぐらいの修羅場ね無限に超えてきたと思ったら電気だった、地面ではなかった、惜しかったですね。まあ、ただほっぺスリスリは押さなくて正解というかね。はい甘えちゃいます。これでねセグレイブちゃんのパワーもねガンガン落としていきたいと思いますと思ったら、リュウマイか、リュウマイはちょっと想定外といえば想定外でしたけど、ただ甘えるのが絶対上いけるんで、オッケーオッケー。これでね龍舞こそ積んだけどもパワーは1段階下がったセグレイブになっておるわけですね。ただ素早さがね1個上がっちったのはよろしくないですが、これはどうしようかね。これインファイトでいいか、自信、まあ、効果抜群で、まあ、タスキで一発耐えてインファイトでいけるか。あーさすがに足りんか。で向こうがつぶて切ってないと思うんで、さすがにここマリルリでいいか。ルガルガンはまだアクセルロック打つお仕事が残ってるから、ここマリルリでいいはず。はいマリルリちゃんを出しまして、はいつぶてはマリルリちゃんには対して効きませんと。しかも命の玉でも削れると。ここでアクアジェットで良い、ほいと、オッケーオッケー、よしよしいいぞ。この先制技持ちのパワーの高い2匹がね残っておりますんで、向こうがねガチガチの物流系とかじゃなければいけるんじゃないか。おおマリルリ、おおマリルリ VS マリルリ、黄色いマリルリと水色のマリルリが、これ命中不安だけどじゃれつく打つしかないか。うわっ大事な時に、大事な時に、もう本当に最悪、マジで許せねえマジで。ただここでルガルガン残してた意味がここであるわけです、テラスタルアクセルロックでぶっ潰します。
ほんと最近大事なとこでね、じゃれつく、外れすぎ、マジで。そろそろ遠隔操作されてるみたいな、そういうパチンコやりまくってる人みたいなこと言い出しますよ私。まあ、まあ勝ったからいいようなもののまあね、ただ出てんのはすごい頑張ってくれた。いや、ほんと命中安定のフェアリー物理技がね、早く欲しい